こんにちは。人からわかる3分美術師。今日は、河合玉堂について勉強していきましょう。河合玉堂、1873年生まれ、明治から昭和にかけての日本画家であり、史上溢れる風景画の名手として知られます。玉堂は、明治6年に愛知県の外割田で、裕福な豪族の家系に生まれました。 しかし次第に一族の家系が傾いてくると、玉堂8歳の折、両親とともに岐阜県岐阜市に移り、画材や文房具を扱う店を開きました。玉堂は幼い頃より画家を志し、14歳の頃より史上派の画家、餅月玉仙に入門します。まもなく頭角を現した玉堂は、 保守的であった玉仙の指導に飽き足らず、より進歩的であった河野梅霊に入門、京都に教を移して本格的に画家としての修行を始めました。梅霊文化には竹内聖邦をはじめとした俊英がおり、彼らは当時アーネスト・ペノロザが主導していた日本絵画の近代化に影響を受けていました。その頃の作品が老章図、 玉堂18歳の頃の作品です。1891年の能美地震で父親が亡くなり、間もなくして母親も死去。1895年には死の売礼も亡くなります。そんな中玉堂は第4回内国環境博覧会で橋本画報の流行図を見て衝撃を受けました。玉堂は翌年には東京に移住し、画報に入門します。 その後の玉堂は画法に従って日本美術院の創設にも立ち会いますが、文部省主催の文展など政府主催の展覧会を中心に活動していくこととなります。玉堂の作品を見ていきましょう。行春、48歳頃の作品です。朝萌六68歳頃の作品です。近代的な空間構成と幾何学的な構図ながらも、 水墨画のような史上を持たせています。玉堂は1957年に83歳で亡くなります。折衷的な作風は、同時代の朝鮮的な画家たちと比べると、比較的地味な画家だと考えられています。しかし、その画業の中で、傑作を数多く生み出し、独自の存在感を放っています。以上。